ジョゼフ・ブノワ・ギシャールはフランスの画家である。リヨンで壁師匠の家に生まれた。リヨンの美術学校で学んだ。当時のリヨンの学校ではピーエル・レボアルやフルーリー・フランソワ・リシャールによって厳格なアカデミック美術のスタイルの絵画が教えられていた。1824年に友人のポール・シュナバールと絵画のクラスを辞め、彫刻家のルジャンドル・エラルのクラスに移った。 1827年にパリに移り、リヨン出身のイポリット・フランドランとポール・フランドランの兄弟と知り合い、彼らの助けで、新古典主義の画家、ドミニク・アングルの工房で修行することができた。アングルのスタイルにも満足できなかったギシャールは1828年からパリのエコールでボザールに学び、ウジェーヌ・ドラクロワからも影響を受けた。 1831年のサロンドパリにデビューすると、アングルからの評価は低かったが、一般の人々からは好評で、パトロンを得ることができた。7月王政の内称、アドルフ・ティエールにも知られるようになり、美術館の充実のために、イタリアの巨匠の作品の複製を作る仕事で、ローマに派遣され16世紀の画家、ダニエレダ、ボルテッラやセイキルネサンスの画家、 ラファエロ・サンティの作品の複製を制作した。1839年に画家のルイジャン・フランソワ・ラグルネの孫娘と結婚した。1851年にレジオンド・ドヌール勲章を受勲した。1862年にジェノーの後を継いで、リヨン国立高等美術学校の教授に任じられ、故郷のリヨンに移った。ギシャールの教育方法は、 同僚の教授たちなどから批判を受け1871年に市長が介入して職になった。その後政治家などが介入したが結局、ギシャールは辞任し、リヨン市の絵画学校の校長の職に就いた。1879年にリヨン美術館の学芸員になった。ギシャールの教えた学生には、フェリックス・ブラックモンや、ジャンセーニュ・マルタンらがいる。ありがとうございます。